こんばんは、中村舞です。広島？そう、家にいる。ハット疲れありがとう。広島だよ。帰りました、新幹線で。こんばんは、中村舞です。やっほー。ハットありがとう。裏もありがとう。ひのくも、かいもありがとう。なんかさ、新しいショールームになって、このさ、キラキラが飛んでるの何？めっちゃ意味わからんぐらいキラキラ飛んどんやけど。なんかこう星の代わりにキラキラになったん？星投げがこれになりました。新しい星。新しい星？そうなんだ。めっちゃキラキラしとるんやけど。ありがとう。星の代わり。星と一緒なんですか？クマキノコありがとう。そのさ、星と何ですか？一緒の効果なの？何個あるの？一人100個しか投げれない。ああそうなんだ。しかもさ、星ってさ、いろんな色があったじゃんか。なんかオレンジとかさ、紫とかさ。この時間だと手持ちがなくなってしまいました。どうやってさ集めるの？集めるっていうか、どうやったらさあるの？500個もらえるけど1ルーム100個しか投げられない。あ、決まりがあるんじゃん。すごい。なんかショールームなんかちょっと変わったらしいよ。お疲れ、ありがとう。出るままありがとう。ミッションがある。なんかすごいですね。コメントしたりギフトを投げたりするとミッション。何アンケートって？アンケート、アンケートって何？投票？よくわからん、私も。虹色の星誰かに投げとけばよかった。虹色の星あるの？虹色の星あるわ、なんか。それはあるんだ。あ、残ってるんだって。なんかありがとう。なんかすごい変わりました。レインボースターあるみたい。新しいショールームの仕組み知りたい。私も知りたい。教えて。教えてよ。今日ってメイク待ち？それともマジでマイク待ち？いや、これね、マジで私、5時、メールの5時、今日ありました。今日、メイクっていう文、メイクっていう文字を送ろうとしたら、マイクって変換されてて、自分でも送って、後から、あれ？何これ？と思って。そう。私のね、メールは5時だらけなので。だから変換ミスがなんか多くって、なんか見返してるつもりなんですけど、なんか送って、で自分の元にも届くんですよ、メールが。見たら、あれあれ、メイク待ちなんだけど。そう、でもさ、結構みんながさ解読してくれるの。歌うんだって思った。え、歌ってない、歌ってません。ほんとほんと、読み返してる。でも今日は朝もう眠すぎて、もうって感じだった。慌てて打ってる？いや、全然。今日は撮影だったので、メイクさんが普段のライブとかは
あの髪の毛はやってもらっても顔のメイクは自分なんですよ。でも撮影の時とかはメイクさんが顔のメイクも全部施してくださるので、そう今日やってもらいました。ありがとう。歌う出番待ってるのかと。え、違う違う、歌ってない歌ってない、撮影でした。リスありがとう。もうね、ちょっと MV 撮影っていうコメントが来すぎて、まあ、MV 撮影じゃないんですけど、仮に MV 撮影しておいていても MV 撮影とは言わないですので皆さん感じ取ってください、お願いします。私がそうですよとは言うことないので、あの基本何も答えることができないので。かわいいハートありがとう。なんかありがとうございます。メイクさんのメイクすごい、だってマジで崩れない、本当に。だって私これ新幹線で寝て帰ってきた顔ですよ、肌が崩れない。保ってるでしょ、崩れないんです。こうしてきのこありがとう。何が違うのか、もう みんなわかるよ、何が撮影ってこと、え、どういうこと。でもさ、だいたいさ、こうやってさ毎日ショールームしててさ、今日こういう髪型でさ、多分何かしらので出た時にさ、この髪型で、あ、あの時撮影だったんだって多分わかるよね。とメールとかでみんな照らし合わせたらわかるよ後々、今は言えないけど。疲れたきのこありがとう。まあ、いるパジャマ着てる、見てパジャマ着た、帰って犬のパジャマじゃーん、ワン。ズボンもそう、紐が出てる、じゃーん。ピケプレゼントでしょ、プレゼントでたくさんいただきますありがとうございます私基本結構プレゼント配信とかでもいっぱい来てるよ、うん、いや、なんか普通の普段の服とかもたくさん、そう、ありがとうございます、いっぱい来てるよ。あ、できなくありがとう。背中は、背中なんもないか。
なんかねえ、プレゼントをさ、前にめっちゃ前なんだけど来た時に、なんかなんかあんまり着ないでみたいな言われたことがあって、なんか違うんですよ、なんかそれは他の人にそれプレゼントでしょっていうので、なんかまあ着ないでよみたいな感じで言われたことがあったんですけど、毎日配信してるし毎日生きてるからプレゼントを使わせていただいてますよだからあのそう、せっかくね私のためにいただいて、そうよ、使わせていただいてます。いや着てるよとはあまり自分から言わないですけど、そうありがとうって思いながら、ありがとう。なんかありがとう、あげといていけないで、じゃあ本人とかじゃなくって、そう別のそう方から言われたりしたこともありますけど、来ちゃってます。そうよ、だって配信毎日しとるけんね。あ、たたさいりゅうもありがとう。事務所で、そう、え、お手紙ももらえますよ、ありがとうございます。読んでるよん、お手紙ボックスがある、家にね。最近受け取ってるよ、もう事務所に行かないと受け取れないので、事務所に行ったらって感じなんですけど、851日、なんかさ1000日行くかないなんか行く自信はないんじゃけど、あんまりどうだろうね、あと150日、1000日行くかな、150ってことは半年もないぐらい、5ヶ月ぐらいやんね。え、5ヶ月ってことは今何月だ、9月、誕生日よりちょっと前、あ、誕生日かと思ったわ。いけそう、本当にありがとう、わからんよ、めっちゃさ配信できんかったらさ途切れるかもしれん、にゃーん、頑張るならついていきます。まあ配信はでもなんか日刊みたいな感じなんで、そうなんよ、コロナにかかったら危ないんよ、そうなんよ、なんかコロナなった時に毎日チケットってのがもらえてたんだけど、それがなくなったから、コロナになったらもう
休まないといけないけどチケットはもらえないよみたいな感じだからそうなんですよ。そこよ、体調が悪くなった時が一番ね。そう、あるチケットは使えるけど。ありがとう。枚数あと何枚あるか、何枚だと思う3、5、9。20、うん、20枚は絶対たまらんようになったんよね。なんか上限があってさ、なんか最低10枚ぐらいまでしかたまらんようになった。正解は9枚です。9枚持ってるよ。有給みたいあ、そう、なんか体調悪い時とスケジュール的にショールームできない時に使うよ。あ、そう、なんか10枚超えてる人はなんか、なんだっけな、なんか例外でもらってるんだと思う。そう、そう、基本は10枚。ありがとう。沖縄の時もらいましたよ、沖縄の時に。懐かしい。使用期限はありません。毎休って有給休暇あるの？え、ね、有給休暇ってさ、何ですかね。私休みがさ、この日とか決まってないからさ、有給休暇があんまよくわからん。わかりません。有給休暇って何ですか？休んでもお給料がもらえる。なんか生々しいですね。ちょっと生々しいですけど。年20もらってる。え、みんなそれぐらいなの？連休あるか？連休、なんか気づいたら連休だったなって時はあるかもしれないけど、うん、この間愛媛に帰った時が連休だった。結婚してありがとう。個人事業主なので勇気はありませんってそうなんだ、あの、わかんないけど。目分からん、なんかちょっと休みたいとき休め、なんかでも急遽日程が入ることが多いです。で、予定が分かんない、常に。私なんかこれはアイドルあるあるだと思うんですけど、マジ予定分かんないんですよ。本当に明日の予定なんだろうみたいなのを全然ある全然あります。
がとう。前もってこの日休みますってできないよね。いや、言うときは言いますよ。でも歯医者とかはちゃんと言います。でもお仕事入ったらごめんねみたいな感じにはなるかも。だからさ、美容室とか前日に入れちゃうの。前日っていうかマジで前日の夜に分かって休みだと思ったり行けるって思ったら入れたりする。直近で入れる。ありがとう。年末年始とか長期休暇はあるの？でも割と私年始ショールームしてるじゃないですか。だからそうよ、忙しくなりたいですね年末年始は本当は。それがやっぱり夢ですよ。そこは忙しくなりたいですね。出勤さんありがとう。中村はいいです。愛媛県出身で、例えば友達と旅行行きたいなって日程決めたりできる、うん、できんけど、でもそもそもあのアイドルじゃなくてもできん。本当に日程考えれん。そう、あの旅行の予定を立てられん。そもそもそれはなんか職業以前に、あ、そう、計画性がそもそもなくって、なんか旅行とかなんかもうアイドルになって行ってないかも。あ、行ったっけ、行ってないかも。え、行ってないかな。行き当たりばったりなの。そうで失敗するの。だから良くないよね。本当になんかいつもさ、本当に優柔不断だしさ、そう、なんか計画性がなくってさ、中村家で神戸、あ、そう、だからそれは計画してた旅行ってよりかはツアーの次の日がそう、あの空いてたから、じゃあ行こっかみたいな感じで、マジで急遽って感じでしたね。そうなんですよ、私もみたいな。何型なの？計画立てるのが楽しいので。え、私の計画立ててほしい。行き先がさ、何県に行くんですよ、お願いしますみたいな、みんなに計画立ててほしい。あ、なんか日割りみたいな感じで、時間割りみたいな。マジで立ててほしい。無理無理、もう本当に立てれなくて。旅のしおり作ってほしい本当に。でもさ、自分が行くけん楽しいよね、その計画するのは。人のさ、計画してもやな。いや、私、割と人についてくよ。だって、私の中村家がそもそもあんま計画性ないんですけど、お姉ちゃんは唯一なんかいろいろと事前に調べたり結構してて、なんか知識みたいな情報みたいなの入れてて、だからお姉ちゃんについてったりはするけど、
まあやばい、お姉ちゃんいなかったら、なんで姉貴だけできるか、やっぱりみんなできないからしっかり者が一人誕生した、そういうもんでしょすごい、初見さんありがとう。中村舞です。ドラさんってどういうことですか。ドラさん難しいですよね。ドラフト3期生です。ドラフト3期生、愛媛県出身、中村舞です。自己紹介AKB グループのオーディション、ドラフトのオーディションにて3期生として受かりました。STU のオーディションではなく AKB グループ全体のオーディションで受かりました。そう、ドラフト会議です。ありがとう、初見さん。ありがとうございます。中村舞です。今もドラフトある。そうなの、ドラフトで3期生、なんか2年ずつぐらいで開催されてたんですけど、4期生がいないんですよ。なんでもう、ドラフト3期生で、ドラフト会議はやってないですね今のところ。うん、ドラさん、あ、そう、受かったというか、そう、指名していただき STU に加入しました。1期生の次に入ったので 1.5 期生みたいな感じですね。2期生ドラフト3期生って思われがちなんですけど、実は 1.5 期生みたいな感じです。もうバチバチにネモハモルーマーみたいなやつあれは本当にもう体がついていきません。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。息をする心しびれたよ。私息をする心のダンスめっちゃ好き、好きな系統。なんですよ、ありがとう。新曲どうなるでしょうね。どうなるでしょうね。どうなるでしょうね。11月1日発売ってさ、めっちゃすぐだよね。だって、え、めっちゃすぐだよね。どんな感じか、想像つかないよね。卒業シングルって STU で初だから、ありがとう。来月日本、そうですよ、そうなんですよ。てかツーショットめっちゃ、そう、ありがとうございます。たくさん完売してた。
本当広島だけだった、リアル。ありがとうございます。いい、ありがとう。なんかさ、私この期間結構ね、個人的にすごくドキドキしてるんですよ。なんかさ、さ、マイシングルさ出してさ、なんかそれでもずっとさ会いに行きたいってさ思ってくれてる人、なんかこうまだ応援してくれてるかなみたいな気持ちになるんだよねなんかそんな気持ちになるんですよね。だからすごい、あ、嬉しいなって。ありがとうございます。うん、思うね。なんかだってさ、多分ずっとって続くのってすごいことなんですよね。だから普通になんか、あ、みんなこれ会いに来てくれるんかなみたいな気持ちにはなりますね。あら、ろうそくありがとうやった、受験さん。中村舞です。愛媛県出身です。ありがとう。そう、もう何着よう。なんかもうみんなで決めててさ、あ、でも初日は全然もう私服のなんか秋っぽいコーデにしようとは思ってるんですけど、10月の 21? ん ?4? あれ、なんだっけ、何日だっけ、21か、 10月の21、全然服が決め、あ、2月25日はドラさんでなんかします。広島リアル。日にちだけちょっと決めてるけど、ありがとう。バレンタイン過ぎてる、確かにバレンタイン過ぎてる。コスプレなし、いや、コスプレもしたいんだけどね。まあ私服もコスプレも、でもさ、もう何したらいいか分かんないんだよね。私昨日だったっけな、コスプレ種類で調べてさ、もうあと何のコスプレがあるんやろって思いながらさ、やってないコスプレあるかなって。キャラ系ダメ、え、わからん。なんかさ、キャラ系ダメってさ聞いたことがあったんよ。やけどさ、なんかキャラっぽいのしとる人もおるし、え、あれいいんかな、あれ悪い、ダメなのかな、え、どうなんやろとか思いながら私もなんか曖昧すぎてわからんのよね。ようわかりません。なんか可愛いのがいいな、可愛い系がいい可愛いコスプレがいい。でも NG だったよってね、いや、わかんないんだよね。ありがとう。でもなんか夢の国とかはちょっと難しいかも。夢の国系のコスプレとかは多分難しい。なんかアリスとかそういうのは多分難しいんだと思う。だからなんかどこまでが良くてどこまでがダメなのかもわからん。
ありがとう。クリボーもかな。私がクリボーのコスプレしてお話かい？何ですか？ここはどうしたらいいんですか？まあ、ここはこういう傘をかぶるとして、ここは何ですか？ここあのこの椎茸のあのこの軸の部分ですか？この長い長い白いなんかタイツでも履いとけばいいですか？ベージュみたいなの着とけばいいですか？クリボーって椎茸？そうですよ、栗じゃないんですよ、椎茸なんですよ、キノコ王国なんですから。やだやだ、え、じゃあのクリボーダメだよって言われたら、いやこれ椎茸の椎茸のコスプレなんでって。ありがとう。可愛いコスプレしたいな。なんかご飯はいいや、野菜とかもいいや。ご飯系。金さん、ありがとう。マーボー、え、ちょっとさ、マーボーじゃないんだけど今日さ、今日全然違う話していい？今日さ、新幹線で帰る時にさ、もうどうしても我慢してた、もう二郎系のラーメンがどうしても食べたくって、もうどうしても食べたかったんですよ。でも我慢できなくて買っちゃって、でもう袋に入れたままこうやって新幹線でこっそり食べようと思ったんですよ。でちょっともう袋からなるべく出さないようにして、中でこうやってあげて、袋でこうやって、そしたら途中からいなかったんですよ、隣の人も。でも途中から私 A 席に座ってたんですけど、 C 席に来てなんか人がね、でなんか私のことをすごい不審そうに見てて、こうやってずっと、でもう血がゾロゾロゾロって言ってるからやったな。本当にもうごめんなさいって気持ちで、もう我慢できませんでした、本当にごめんなさいと思いながら、えちょっとデッキで食べようかなとか思ったけど、いやそれもダメだよなと思って、頑張って匂いを頑張って出さないように袋に閉じ込めながらこうやって。いやそう、ラーメン、新幹線でラーメンに、あの今まででそう2回ですね。我慢できなかった、もう我慢できない、買っちゃえと思って買っちゃった。大変申し訳ございませんでした。あの時もし匂いがしてたら、それは私です。でもなんか横の人は私がすごい不審な動きをしてるから、多分何してるんだこの人何やってるんだ。ありがとう。新幹線ってさ、でもさ、どこで換気してるのかな、あの
さ駅に泊まってさこうドアが開くじゃん、あれで換気してるのかな、 それ以外にもなんかあるのかな、窓開かないじゃないですか絶対に。空調換気されてんのかな、え、分からんけど。分からんでもそうなったらあれよね、だってみんなさ駅弁とか食べるしさ、もうこもりまくりになるよね。いやそうなんかすごい換気されてるのを途中から感じて、ありがとう。天井と座席の下、5分おきに換気してる、めっちゃ換気、あ、そうでもないんかな、分からん、5分おきってめっちゃ換気してるように感じる。味の感想がない、え、美味しかったよそれは当たり前に美味しかったですよ、美味しかったですよ。美味しかったけど罪悪感にまみれてた、うん、最初で最後って思ってごめんなさい。味の感想まとめられた。でも後ろにソラハがいて、ソラハにどうってやばいやばいって言いながら確認して、ソラハどうって。やばい？今やばい？なんて言ってたか、え、美味しそうな匂いがするって言われたいい言い方してくれたけど、美味しそうな匂いがするよって、ダメですね、反省しました。起きちゃいなかった、起きちゃいなかった、でもそう今日帰りがみんなバラバラだったから、そうなんだよね。じゃなくて、そうみんなバラバラに帰って、ちょちょちょ、いや私おきちゃんにねすぐ怒られるんで、なんか麻婆豆腐を新幹線で食べたらめっちゃ怒られて、なんか何この匂いみたいな、あの始発でだいたい朝の6時に広島駅出るやつがあって、で始発でなんか朝ごはん食べるじゃないですかで、あ、コンビニで買おうと思ってコンビニで買って、
で、麻婆豆腐買おうと思って麻婆豆腐買って食べてたら、なんか、何この匂いみたいなの、怒られるから。麻婆豆腐ダメなのか。麻婆ダメ。麻婆は今日は食べてないよ。いやね、私朝何でも食べれるんだよね。おきちゃん、え、おきちゃんはそう敏感、匂い、何これ。551よりセーフ？え、551ダメなの？ 551 もダメなの？ NG なの？でも551新幹線乗り場に売ってあるじゃん。ダメなの？あれ持ち帰りだけかな？ 551 ダメなんだ。マクド、いやー、マックの匂いは確かにね、私は好きだけどね、あんまその新幹線では食べんけど、確かに分かるわ、すぐに。これマックの匂いするわ、みたいな。いいなって気持ちになる。牛丼もダメ？え？牛丼そんな香るかな？でもさ、駅弁も結構さ、ものによってはさ、なんか、いろんなさ、こう、香りが混じったらさ、なんか、何ですか、昼食食べてる教室のへ、あ、なんか匂いみたいにならない？いろんな弁当が混ざった匂いみたいな。551はあるらしい、禁止だな。嗅覚悪いか？あ、でもどうも分からん。鼻炎薬品悪いんかな？え、分かるよ。でも自分が食べとったら分からんくなるよね。あ、あったかくするからダメだ。冷たい、あったかいご飯が食べたい。確かに冷たい、あ、ほかほか系は匂う。あったかいの食べたいね。そうだよね、あったかいの食べたくなるよね。これから冷たいラーメンにしたらいいのか。なんかあったかいラーメンが好きなんだけどね。売店で売ってるものは食べて OK。 え、じゃあ駅内にあるコンビニはどうですか。ホームにあるコンビニに売ってるものはいいのかな。コンビニはダメ。厳しい、難しい。ありがとう、初見さん。中村舞です。そこまでして食べたいのおもろい。だって4時間乗っててやっぱお腹空いちゃって。そうなんだよね。なんか
あ、寝る、確かに。けど寝る前に食べるかも。食べてこいって感じ。かなり新幹線乗るけどラーメン食べてるの見たことないかも。うそ。反省しました。食べるの絶対なんだ。わかんないけど、今日とかはあれかな、仕事帰りはなんかご飯とかあれかな、食べる時があんまりなくって帰りに食べようみたいになるかな。確かに。なんかさ、車両にレストランできないかな。昔はあった？なくなっちゃったんだ。東京でゆっくりご飯食べてほしい。あんまりないかも。ウーバーイーツ。ホテルでウーバーイーツ。ありがとう。食べに行くのは、もう、なんかアイドルズの稽古の時はめっちゃ行ってたかも。帰りに食べて帰ろうみたいな。めっちゃかわいい。ありがとう。なんかダメ？分からん。まあ分からんけど、ダメではないと思うんだけどね。ありがとう。自由時間？でも基本なんかあれです、なんかなんですかね、なんかそんなに空き日があったりするわけじゃないんで、ナッピやキラちゃんと食事した。ナッピさんとキラちゃんとはあれ食べましたよ。稽古でお弁当がいつも一日稽古があったから、いつもお弁当が出るんですけど、それ一緒に食べてましたよ。4人で4人で食べて、毎回さ、なんかわかんないけど毎回中華弁当が来ててさ
でさ、私中華大好きだからさ、めっちゃ嬉しかったんだけどさ、なんか毎回別のいろんなとこの中華弁当が、毎回中華弁当が来てたの。毎回なんか種類は違うんだけど、いろんな中華弁当が来てて、今日も中華弁当だーみたいな。麻婆あったよ、麻婆もあったし、いろんな種類が来て、中華好き、中華好き。どうもありがとう。懐かしい、もう懐かしいって思ってしまった。ありがとう。千穂ちゃんお弁当の師匠なんで、すごいですから。もうお弁当をすごい伝えてくれるし、どんな弁当なのかも、喜んでる。かわいい。トリキュー食べたい。トリキュー、あの1回しか出てこないんです。あー、お弁当って大事ですよね。お弁当、トリキュー食べたい。食べたい。本当に美味しいの。マジで美味しいの。どこに売ってるんだろう。東京のどっかに売ってるよね。53分だよ。ありがとう。オーベルジーヌ食べてみたい。オーベルジーヌはなんか東京感じます。東京に行った時にオーベルジーヌよく出てくる。美味しいよ。カレー、うちの近くにトリキューある。トリキューいいな。もういいじゃん、毎日行けるじゃん。トリキュー、ケンさんありがとう。中村舞です。今夜何食べたの？だからラーメンだよ。今夜食べたものはラーメンです。やばい、麺になりそう。麺食べすぎて麺になります。麺球。ありがとう。やばい。
なんかラーメンに飽きが来る日あるんかなって自分の中で、なんかやっぱ味覚変わるじゃないですか。なんかわーなんかこの時ハマっとったけど、なんか今はハマってはないなみたいなのあるじゃないですか。ラーメンに飽きが来る日はあるのかなって思いながら食べてます。ないないかな、え、わかんないよね。来ない断言されたんだけどわかんないじゃん。一生なさそう。そうかな、あーラーメンが進化するから。そうだよね、ラーメンの方が私のことを飽きさせないってことか。すごいな、確かにいろんな味あるしね。こってりが好き。こってり毎日ずっと食べてみたら、いや割と食べてるんですけどねあ、毎日は食べてないか最近。でも今日久々にお母さんから、まいちゃん体調のことを気遣うって前言ったよね、あれはどうなったのって言われて、確かにその時はそう思っとったわしかも私なんか遠征先で塩を買ってしまう癖がなんかあれでもうあって、すごい塩を買う癖があって、もうこの未開封の味塩が家に増えちゃってで、なんかそのなんか塩をね、なんかわかんないけど買っちゃうんですよね、毎回毎回行くたびにだからなんか味塩が増えていっぱいあって困ってますえ、なんかね買っちゃうんだよね。で気づいたら、あーみたいな、味しようだみたいな、やばい買っちゃった。でも今回の遠征でも買っちゃったんですよ。だからこれは前回買った味塩で、今回の味塩はまたバッグの中に入って、うん、味塩だらけになってきてなんかもうなんで買っちゃうのかな、わかんない、なんか癖、癖ですね。でもね使わない時ある、ほんと未開封でしょこれ、使わない時もあるの。だからなんか癖で買っちゃって誰かお母さんに言われた。おやすみって言われたら、ちょっと男女呼ばんとやばい、ちょっと男女呼ぶわ。シーサーさん、ドリンさん、アオさん、クマネパパさん、南蛮の日里さん、マサさん、福太郎さん、 N2F さん、おっさんずさむさん、きなぺこさん、ゆずきじさん、ミッキーさん、ボンちゃんさん、ありがとうございました。ほんとね、おやすみ